皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはアーバネックス東京八丁堀。初期費用は9万円。2023年2月築の鉄筋コンクリート造マンション。とても素敵なお部屋でした。こちらフリーレント1ヶ月付きで契約できる物件を発見です。はい、募集されている賃料、管理費といった条件はそのまま。敷金1ヶ月が入って初期費用9万円でご紹介いたします。このようにお部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点あるかもしれませんが、そこはご愛嬌でお楽しみくださいませ。前半はですね 1DK、 後半は 2LDK タイプをお流しします。それでは前半のルームツアー映像スタートしていきましょう。はい、モデルルームになっていましたね。前半の 1DK タイプ、ダイニングキッチン部分 6.6 畳、ベッドルーム 2.4 畳のお部屋です。はい、二口ガスコンロのシステムキッチン。はい、立地はですね、東京都中央区入船2丁目にございます。こちらのアーバネックス東京八丁堀、最寄り駅は物件名の通り八丁堀駅、徒歩4分。また築地駅までなら徒歩8分、新富町駅徒歩5分。周辺環境も調べています。コンビニはローソンがあり、スーパーはリコス、マイバスケットなどがございました。はい、モデルルームですのでですね、実際の生活するイメージが湧く映像になっているかと思います。アーバネックス東京八丁堀をですね、検討いただいている方、非常に参考になるかなと思いますね。はい、こちらはウォークインクローゼット、すっきり物が入りますね。こちらがベッドですね。ベッドルームとダイニングキッチン部分をの箇所を閉めるとこのようになります。はい、またですね、この物件を検討している方に他にもお役に立てれば情報を皆様から YouTube のコメント欄で募集しています。先ほど近隣のコンビニスーパー情報をお伝えいたしましたが、他にもですね、仕事で近くによく来るよといった方や、近隣に住まわれていらっしゃる方、例えばここのお店美味しいですよとか、ここのスーパー安いですねといった情報をぜひ YouTube のコメント欄でお教えいただければと思います。またインターネット無料予定、光配線方式、入居時期によっては導入されていない場合があるとのことで、導入前に入居の場合はポケット Wi-Fi を貸し出し予定、ユーコム光レジデンス予定ですね。駐輪場は一区画月額550円で利用可能です。空き状況等についてはお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、1DK タイプご覧いただきました。それでは後半 2LDK タイプをお流しします。それでは動画後半に続きます。素敵なお部屋でしたね。こちらの物件の詳細資料につきましては、賃貸トレジャーハンターで取得することが可能です。ぜひ皆さんご活用くださいませ。それでは動画後半に続きます。はい、続いては 40.2 平米の 2LDK タイプ。広々としていますね。リビングダイニングキッチン 10.1 畳、1つ目のベッドルーム 4.8 畳、2つ目のベッドルーム 2.0 畳です。
はい、こちらが 4.8 畳のベッドルームですね。はい、こちらはウォークインクローゼットです。はい、そして今奥に見えていますお部屋が 2.0 畳のベッドルームです。収納が充実していますね。はい、それでは設備ご紹介していきます。エレベーター、オートロック、テレビモニター付き、インターホン、宅配ロッカー、2LDK タイプは3口、ガスコンロのシステムキッチン。1DK タイプは2口ガスコンロのシステムキッチン。また床暖房。トイレはシャワートイレ。追い焚き。お風呂には浴室乾燥機がついています。はい、もう一度初期費用をご説明していきます。アーバネックス東京八丁堀、初期費用9万円、フリーレント1ヶ月付きです。内訳は1ヶ月分の賃料、教育費、敷金1ヶ月分、初回保証料、保険料1年分が入って初期費用9万円です。次回のルームツアー映像も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。